はい、エンディングとなります。エンディングではご来場くださっている皆様にある手紙をお届けしたいと思っています。森に帰るというテーマで2日間お送りしてきたコネクテッドインク、皆さんにお届けする手紙は森からの手紙です。したためたのは私と、昨年やはりフィナーレでライブドローイングをしてくれた小林悟さん、知的な障害のあるアーティストです。私はいつも悟さんと仕事を一緒にしていますが、今回も2人でその手紙を森に訪ねてしたためました。手紙はこちらにある当社版印刷機、いわゆるガリ版です。今やもう見かけることもなくなりました。デジタルではなく油で練ったインクを使います。ローラーでインクを練り、版は鉄の針でロウを染み込ませた和紙を削って作ります。和紙をセットし、印刷する紙を挟み、ローラーで力強く擦ります。一枚ずつインクジェットでもレーザーでもなく手で擦っていく古い印刷です。人間はずいぶん大昔に森で暮らしていて、やがて木から降りて、そうやって猿と別れたそうです。私は聞いた話ですので本当かどうかは分かりません。でもきっとそうなんでしょう。人になって私たちが森を出てずいぶん長い時間が経ちました。私たちは自分たちでは気づかないけれど長い旅をしてきたのかもしれません。何を森に忘れてきたんでしょうか。それを森に問うてみました。こんな言葉が返ってきたような気がします。自らを人と呼ぶあなたたち、他の誰もあなたたちを人とは呼ばないけれど、あなたたちが魚と呼ぶあの生き物たちは自分を魚とは名付けていません。木も自分たちを木と名付けません。そして魚も木もあなたたちを人とは呼びません。あなたは誰ですか。あなたがこの世界から本当は何と名付けられているかご存知ですか。かつてまだ人と名乗っていなかったあなたたち、あなたたちはここにいました。まだ森と呼ばれていなかったここに、森の外の長い長い旅を経て、そしてあなたたちは今一度ここへ帰ってきた。お帰りなさい。ここからあなたたちの遠い旅がもう一度新しく始まります。お帰りなさい、新しい旅へ。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。氷川さんにも頑張っていただいておりと。Z 会の皆さん、ありがとう。藤井さん、鳥居さん、渡辺さん、渡辺さん、奥本さん、中さん、内藤さん、渡辺さん、寺内さん、孫さん、山崎さん、近藤さん、寺崎さん、井上さん、宮本さん、関根さん、ありがとう。パイロットさん、うー、横井さん、小松さん、渋谷さん、大内さん、宮本さん、上田さん、岩見さん、野村さん、皆さん、佐藤さん、石川さん、川崎さん、加藤さん、中山さん、小田さん、田中さん、松田さん、森影さん、渡辺さん、金田さん、松山さん、近藤さん、千草さん、橋本さん、菊池さん、木下さん、ありがとう。レノボさん、伊関さん、真島さん、稲尾さん、真島さん、最高の PC ありがとう。ドアさん、宮田さん、池田さん、ありがとう。いい音だったです。エクスペクさん、与良さん、藤田さん、沢さん、竹さん、村上さん、ありがとう。白組さん、藤井さん、 T さん、ありがとうございます。スプラッシュトップ、もみじさん、山崎さん、長谷川さん、ヤンさん、中園さん、飯田さん、そして水野社長、ありがとう、ありがとう。ムイラボさん、ありがとう。大木さん、広部さん、佐藤さん、大間さん、白富さん、ロビンさん、ありがとう。サイアフ、名塚さん、山本さん、内方さん、細川さん、ウリスさん、ありがとうございます、ありがとうございます。イヤーリンジャパンさん、クリエイターさん、笠島さん、高尾さん、平井さん、ありがとうございます。 VR ありがとうございます。 3D 青木さん、素敵でした、ありがとうございます。プリファーのネットワーク、福田さん、加藤さん、西澤さん、ありがとうございます。セルシス、成島さん、稲葉さん、小田さん、島田さん、大場さん、青山さん、桜井さん、吉海さん、武田さん、ありがとうございます。いつもありがとう、いつもありがとう。おはぎさん、文太さん、梶谷さん、ありがとうございます。作画ありがとうございました。いろんな鈴木さんがいます。 SD テック鈴木さん、ありがとう。ギタリスト鈴木さん、ありがとう。コカ・コーラ、みんな、ありがとう言いましょう。猪木さん、関さん、奥野さん、ありがとう。美味しかったです。海洋堂さん、素晴らしい作品。古田さん、瀬能さん、藤巻さん、大寺さん、本当にありがとうございます。しっかり持ち帰ります。サムソン、うぇーい、うぇーい。
勝利さん、バクさん、ナムさん、後藤さん、吉見さん、石川さん、久野さん、奥江さん、岸さん、浅川さん、三浦さん、瀬戸さん、福さん、五十嵐さん、伊藤さん、ありがとうございます。ギャラクシー最高、ありがとう。仕組みデザインさん、中村さん、ありがとうございます。泣きました、ありがとう。源あよもさん、浜島さん、池田さん、曽我さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぬこうさばちゃんさん、ありがとうございます。大倉さん、ありがとうございます。ティームノーラ、ありがとう。水木さん、みどりさん、ゆきなさん、さあやさん、かのんさん、ありがとう。岩戸さん、しんのすけさん、ここに出てきたしんのすけさん、伊藤隆平さん、ましろさん、影井さん、ありがとうございます。素敵な音でした、ありがとう。影井さん、ありがとう。ティームインパラ、ガスラさん、マキさん、まさしさん、オギーさん、ありがとうございます。ピロ、また出ました、ありがとう。そしておしさん、あとダンサーの方、高藤さん、ひろんさん、まいさん、ななこさん、あさみん、ありがとう。はじめさん、ありがとう。しんのすけ、何回も出てくるよ、ありがとう。映像班すごかったです。加藤翔、山ちゃん、金子さん、三井くん、ありがとう。マスコさん、鈴木さん、チャド、ありがとうございます。特別音響チーム、栄高校、英理女子学院、リミツ、藤田さん、 KT さん、ありがとう。何回もありがとう、 KT さん、愛してる。はい、板垣くん、そして花巻の悟さん、ありがとうございます。カシオ、ありがとう。カシオさん、上島さん、鈴木さん、佐沼さん、玉尾さん、米原さん、小川さん、甲斐さん、木村さん、近藤さん、野村さん、菅さん、滝田さん、森本さん、古川さん、山田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。学芸高校、ありがとう。瀬下先生、東海先生、ありがとう。広陵高校、松田先生、梅ラボ、松永さん、ありがとうございます。声楽院の皆さん、すごいよかった、イエーイ。日本の希望だよ、ありがとう。大磯中学の A さん、ありがとう。 THU、 アンドレ、塩田さん、クラウディオ、ありがとう、 Thank you。 産経デジタル、金井さん、荒川さん、今井さん、そして陽平さん、アメリカからありがとうございます。 DNP、 大日本印刷、寺田さん、花野さん、鈴木さん、ありがとう。ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。コッパ伊藤さん、ティームコッパ、ありがとう。すごい建設、ありがとう。ベルシステム、白浜さん、吉岡さん、笠井さん、ありがとうございます、ありがとうございます。 DSC、 マーク、ありがとう、ありがとう。フードトラック、美味しかったですよね。ドリンクトラック、美味しかった。おお、ハミドかな。アラビアサンドイッチ、ラパックス、カフェラピカ、甘みどころプータロー、南波屋さん、コーヒー屋さん、フードトラック81、ダニエルスタコス、全部美味しかったです、ありがとう。ハミド、ありがとう。愛してるよ、ハミド、イエーイ。ニュースベース、小平山さん、田田さん、浜田さん、後藤さん、ありがとう。フォーライン、素晴らしい進行、ありがとう。佐口さん、ありがとう、いつもありがとうございます。横澤さん、高橋さん、奥さん、岡崎さん、鎌倉さん、福田さん、内藤さん、大塚さん、山さん、田中さん、ありがとうございます。素晴らしい進行、ありがとう。カナライス、受付誘導インフォ、庶務、遊撃、搬出に全部やっていただきました、ありがとうございます。篠原さん、佐々木さん、伊藤さん、黒川さん、奥尾さん、清水さん、野崎さん、横井さん、斉藤さん、野村さん、石垣さん、山本さん、古川さん、山口さん、堀鍋さん、高橋さん、杉山さん、新庄さん、高原さん、三橋さん、和田さん、石橋さん、坂井さん、安川さん、松井さん、石川さん、山本さん、鈴木さん、宮田さん、佐藤さん、ありがとうございます。マーク、いつもすごい。深川さん、加瀬さん、菊さん、ありがとう。ボックスワン、中瀬さん、吉田さん、佐藤さん、佐賀田電気工事、小林さん、最高です、ありがとうございます。フォルムス、浪川さん、三高、佐藤さん、ありがとうございます。同時通訳、素晴らしい同時通訳、サイマルさん、鈴木さん、松浦さん、 Thank you very much、 ありがとうございます。 Thank you。 映像、 AGA コーポレーション、志田さん、古澤さん、溝口さん、島崎さん、二階堂さん、尾又さん、赤木さん、山口さん、ありがとうございます。映像判定です、ありがとう。素晴らしいカメラ、ありがとう。はい、見えるよ。照明、いつもありがとうございます。六甲坊、大塚さん、秋谷さん、小野寺さん、唐沢さん、石田さん、鈴木さん、高橋さん、菊さん、ありがとうございます。そしていつもこの会場、
ね、貸してくれる住府の牧野さん、ありがとう。住友不動産、ベルサール、戸村さん、磯谷さん、岡本さん、野村さん、そして太田さん、ありがとうございます。ワコン、藤巻さん、孫さん、能美さん、加計さん、リタさん、金田さん、田中さん、小野恭平さん、ゆりえさん、後藤田さん、柳井さん、森さん、加藤さん、竹部さん、ジェフ、川瀬さん、田中さん、浅田さん、大江さん、菅野さん、星谷さん、塩川さん、轟さん、鹿島さん、藤岡さん、菊さん、近藤さん、村方さん、佐井さん、矢島さん、田中さん、角井さん、石井さん、矢島さん、大森さん、石田さん、パクさん、ジョアンナさん、豊田さん、上田さん、北原さん、杉山さん、武藤さん、小畑さん、鈴木さん、下玉さん、坪田さん、ずっとバッジを作ってくれた矢野さん、ありがとう。サポートしてくれたよ、宇津木さん、竹田さん、甲斐さん、磯田さん、金子さん、石原さん、天野さん、鈴木さん、高橋さん、船田さん、原さん、ラムさん、ジョンストーンさん、奥山さん、新さん、根本さん、北原さん、横田さん、内藤さん、北条さん、天野さん、ラニー、斉藤さん、田中田さん、本山さん、アイリー、Thank you。 ありがとう。そしてこの二人は捨てちゃいけない、大きな拍手を。ひもりさん、深田さん、ありがとう。来年の2月18日コネクティッドインク札幌国際芸術祭に出ます。来てください。コネクテッドインク2024東京、11月の15、16です。もうカレンダーに入れておいてください。来年のテーマ決まってます。日常、オーディナリーデイズ。森に帰った後は日常に帰ります。ありがとうございます。2日間本当にありがとうございました。あとはオギー&ヒロ任せます。ただ上の空でまるで一人森の中で佇むように流れる人は視界を遮り危機となって揺れてる。僕が僕でいる理由
ありがとうございます。今年のコネクテッドインク2023は、これで終了になりますけども、2024に向かってまた私たちは、ね、日常というテーマなんですけど、この日常をまた生きていくために、日常を生きていくために今日はまず楽しんで帰ってほしい。まだ時間が許す限り皆様ここで楽しんでいってほしいなって思います。そんな気持ちを込めて最後に1曲歌って終わりにしたいと思います。ありがとうございました。知らない街、知らない人、望まなければ知らないままで歩んできた日々を越えて、今重なる奇跡な時、ただあなたはここにいた、ただ私はここに来た、風の始まり見つ